サイレント3では意図的に夕日の色を現実のものよりもより赤く色をつけてるんですけど、でそれっていうのがその、まあ、後々起こるその惨劇であるとかオカルトをその暗にその意味してるというか、まあ、布石みたいな感じでその初めからそういうちょっとわざとその偏った色で夕日を表現しました。ダグラスはそうですね、やっぱりちょっとあの年なのでちょっとハゲさせたかったっていうのがあって、まあ帽子をかぶってるシーンなんかもあるんですけど、That's a pretty good reason to risk my life, don't you think? まあちょっと髪の毛を上げてごまかしてるんですけど、実は頭のてっぺんのつむじの方もかなりハゲてて、ガーベジアート、PG ハーベイとかそういうアーティストはそういう意識してオーディションを弾きます。あとそれに日本ではそのトイレにまつわるその怖い話っていうのが、数多くあるんで、まあ、日本人からしてみると割とトイレっていうのはその恐怖と結びつきやすい場所であったりするんですね。で多分トイレ その便器っていうのがその穴があってその汚物がまあ流れていくんですけど、でその行き先がまあその汚物ためるタンクだったりしますけど、まあ、昔の人とかはボットン便所だったんで、まあ、暗闇に対する恐怖であるとかっていうのが割とこうなんか自然にこう植え付けられたような。 Hiya Heather. You show up everywhere, don't you? You make me sound like some kind of unwanted pest.サイレントヒルの裏世界はあれは現実なのか夢なのかというのと一緒で、答えというのは各自の中にしかないと思うんですよ。例えば今ここに私がリンゴがありますと言ったとしますよね。私にはリンゴが見えたとしたら、それは私にとって真実ですけど、他の人から見ればここにはリンゴなんかないからそれは嘘ですよね。それと同じでヘザーにとってはあれはモンスターにしか見えなかったから戦って殺すしかなかった。ヴィンセントや他の人にとって見ればもしかしたら人に見えたかもしれないけどし、モンスターに見えたかもしれない。 Are you talking about the monsters? Monsters? They look like monsters to you? I guess it's time to roll the credits.